面白い。これ面白くない？これ。クロマックス。はいどうもクロマックスです。ということでこんな感じでマキタを並べてマキタグッズを一気に紹介していくということで紹介している動画を撮影しておりますが、今回はこちらマキタの USB 端子2口最大 4.2 アンペアの USB アダプターの紹介でございます。これね、価格確か2000円ちょっとぐらいだったんですよね。でそんなに高くない商品なんですけど、こちらのマキタのバッテリーを使って USB が2口取れるよっていう、そういう製品でございます。実際にね、皆様に開封して紹介していこうと思います。はい、ということで実際に開封していくんですけれども、マキタの製品ってね、結構簡易的な包装になってることが多いです。まあ、職人さんなんかそのまま多分パカッと外していけるようになってるとは思うんですけれども、本当にね、このプラの挟み込み式のパッケージに厚紙がついていて、裏側には取扱説明書ですね。こんな感じで取扱説明書が入ってたりもします。案件とかでね、撮影してる海外の製品だったらまだしも、マキタの製品であれば間違いなくこの取扱説明書っていうところがね、しっかり作られてるんで、もう紹介するまでもなく、あ、ちゃんと日本語やってますねっていう紹介することもないかなというふうに思いますが、まあ本当にね、使い方に困ったらこういう取扱説明書もしっかり同封されておりますが、基本的に構造を見る限りなんか使い方に困るっていうことはほぼほぼないような形状になってますんで、まあ参考程度についてるよ、でしっかりしたものが入ってるよっていうことだけ了解していってもらえれば問題はないかなということで、実際にねこれ取り付けて使ってみたいと思います。で実際にこれ取り付けて使ってみる前に、こちらの商品紹介なんですけれども、型式名 ADP05 っていう商品でございます。マキタのバッテリーってね、大きく分けて3種類あって、 10.8V のものと 14.4V のもの、あとは、クロマックスの方でも一押しさせてもらってるこちらの 18V のバッテリーが3種類あるんですけれども、この商品に関しては 14.4V と 18V の兼用品になっております。でね、なんでクロマックスがわざわざ 18V のバッテリー、こちらのバッテリーを一押ししてるのかっていうと、これね、実際に 14.4V と18V の兼用品というふうに言いましたが、 10.8V は 10.8V 用の専用品として売ってたりするんですよ。なんですけど、それのね、マキタの、ホームページなんか飛んでカタログで見ていただければわかるんですけれども、 10.8V 用のその製品の連続稼働時間、駆動時間と、やっぱりこの 18V の、今これ5アンペアですけど、マックス6アンペアまであるのかな、その6アンペアのバッテリーだと、連続使用時間っていうのが、この扇風機だと大体3倍ぐらいの時間があるのかな、時間差があったり、ライトに関してもそれぐらいのね、2倍から3倍ぐらいの、連続稼働時間の差があったりとかっていうところで、まあ実際にね、今ここ別の動画でも撮影しますが、この家庭用の充電器と車用のシガーの充電器に関しても、満充電までね、しようとしても、シガーで取ったとしても1時間ちょっととか1時間以内ぐらいで満充電まで持っていけるサイズのバッテリーであれば、できるだけね、容量が大きくて、使い勝手がいい 18V を使った方がいいんじゃないかなっていうふうに個人的にね、僕自身が思っておりますので、クロマックスとしてはこの 18V のバッテリー使った方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってたりもします。なんで、まあ 18V のバッテリーね、いただいたっていうところもあるんですけど、こういった形で 18V の専用品、もしくは 14.4V と 18V の共通品で、バッテリーは 18V に統一しているというような状況でございます。またね、バッテリーの詳しいお話に関しては別動画で紹介してたり、下のね、概要欄からクロワックスのブログに飛んでいただいてたら、バッテリーをね、より長持ちさせる方法だったり、なんでマキタのこのカードリッジ式のバッテリーをね、わざわざ進めてるのかなんていう動画もね、紹介したりしますんで、よかったら動画とかブログ、そちらの方もね、ご覧になっていただければと思います。ということで実際に取り付けていきましょう。はい、ということでマキタのバッテリーに関してはこういう感じでスライド式になっております。カシャンと取り付けるだけで装着完了。バッテリーと一体化しておりますが、はい、こちらにスイッチがついていて、 USB ポートが2つ、これ完全にね、丈夫かつ堅牢に作られてる、そもそもは職人さんのためにある機械ですから、しっかりとね、防塵になるような形でゴムのキャップがしっかりとついております。こういったところのゴムのキャップに関してもなんかすごく丈夫そうだね。全てとは言わないですけど、一定の海外製品よりは全然物の作りがしっかりしてる感じがします。ということでこのね、ポートに USB の iPhone のライトニングの充電器のケーブルですね、充電ケーブルを挿していきます。で、オンオフがあるんで、しっかりとオン状態にしますと。オンにした状態で、特にこれインジケーターはないんだね。 LED みたいなインジケーターはついてません。オンの状態でもうすでに使える状況でね、このバッテリーすごいのが、最近の新しいバッテリーだと残った残量が見えるようになってるのも、これ素晴らしいなと思う点だったりもします。ということで
これ今繋いでいる状態で、僕がいつも使っている iPhone の XR、 これをちょっと充電してみようと思います。はい、ということで、はい、充電できました。あ、充電できてる。充電ができております。こういった形でね、充電マックスまでできてるというような感じでございます。はい、ということで、こんな感じで今充電してるんですけど、片側のねポートで 2.4 アンペア取れてて、両方合計で 4.8 アンペア取れるっていうところがいいですよね。こういうポートでも2つ合わせて2.マックス 2.4 アンペアですよっていうものが多い中で、しっかり片側だけで 2.4 アンペア確保してもらってるのは嬉しいかなというふうに思います。で、今ね、実際に充電しながらお話ししていくんですけれども、あ、これ面白いな、これ面白い、これ面白くない、これね、マキタのホームページの商品紹介ページなんですけど、バッグの中に入れられるよっていうような、そういうね、こういうのが出てる。面白い面白い、マキタのバッテリーを使って使えるぜっていう。これ他に 10.8V のバッテリーに対応した ADP06 と ADP08 っていうものがあるんですけど、 ADP08 に関してはこういった形でね、ベルトのところにフックで引っ掛けられるよみたいな、こういうフックが付いてないのでバッグの中にスマートに入りますよみたいな、そういう説明が入ってたりしますね。で、今回の、この型式に関しては ADP05 っていう型式でございます。これスマートフォンの充電回数、 iPhone の XR、 あ、これちょうど XR なんですけど、 18V の 6Ah の一番大きいバッテリーを使って、 iPhone の XR が5回充電できるぐらいの容量を持ってますよっていうようなお話らしいです。で、これ金額に関しては一応小売希望価格みたいなところ、標準小売価格が3500円っていう金額になってましたね。これ XR って iPhone の中でもバッテリー容量一番大きいって言われてるんですよね。で、それで XR を満充電5回まで持っていけるよっていう容量ってなってくると、これね、5アンペアアワーのものなんですけど、6アンペアアワー、要は6000ミリアンペアなんですけど、6000ミリアンペアで、まあ、それぐらいの充電ができますよっていう風に歌ってるっていうところは、やっぱりしっかりしてるんだろうなという風に思います。で、これまた別の動画でもお話ししてるんですけど、このバッテリー、実際にこれ今5アンペアアワーですけど、一番大きいやつで6アンペアアワーなんですよね。ってことは、ポータブルバッテリーとかのミリアンペアに換算すると6000ミリアンペアなんですよ。で、クロマックスが別で紹介したイムートのモバイルバッテリーが、あれ26万ミリアンペアとかっていうところを歌ってて、実数5倍とかそれぐらいの容量を歌ってるんですけど、じゃあ実際にね、このね、6アンペアアワーのものを準備して、6アンペアアワーのものと26万ミリアンペア、要は26アンペアアワーとね、を歌ってるイムートと実際に取り出せる電力はどれだけ違うんだなんていう検証をしてみても面白いかなとか思ってますんで、そういったところね、今後ね、バッテリーについてお話しさせていただいてる動画だったり、そういった検証動画は今後撮影していけるようにしていきたいと思っておりますんで、まあ、そのあたりも楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、今回はこちらのね、簡単にスライドでパコッとね、よいしょ、簡単にスライドでパコッと外れるこちらのね、マキタのバッテリーからUSB 電源が取り出せるこちらのアタッチメント、こちらのね、 USB 用アダプターということで紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。実際にね、こういった形でマキタのグッズを揃えて、今後ね、ポータブルバッテリーもう一個傾向するとは思うんですけど、それとは別にこういうね、カードリッジ式のバッテリーを持ち運んでいこうって言った時に確実に必要になってくるだろうなっていう、このアイテム導入してみましたが、まあ、今後ね、私スグル代表はスマホ2個持ってますから、スマホ2個を充電するのにこれちょっと活躍してくるんじゃないかななんていうふうに思ったりします。はい、ということで、こちらのね、丈夫かつ堅牢、充電制御もしっかりということで、安心安全のマキタのバッテリーを使った USB アダプター紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、ブログに関してはね、マキタに関する記事っていうところもいくつか書かせてもらったり、マキタに関する別の動画も紹介しておりますので、よかったらそちらもご覧になってください。はい、ということで、今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。でね、これ結構ネタにしてるんですけど、はい、僕自分の顔ですね、言ってたんですよ、 iPhone とかスマホって無意識に毎回毎回開いて見るものじゃない、無意識に見るのが自分の顔の笑顔だと自然と自分の笑顔になるっていう話を聞いてね、わざわざどんだけ自分好きだよってな、こんな感じで自分の笑顔を待ち受けにしたりもしますが、ああ充電できてるということで、まあ、どうせ同じ重さぐらいだったら大きめのバッテリー買ってた方がいいかななんていうふうに思ったりしますんで、下の概要欄から、ブログの記事でいろいろ説明したりもしますんで、他の動画やブログよかったら見てみてください。